どうもつむつむしめたです。今ねピックアップガチャが来てるんだけど、ごめんねちょっと完売しちゃってバナーがね表示されてないんだけど、今回はね今開催されてるピックアップガチャのお気に入りというか、なんていうの、僕が紹介したいつむをね紹介していこうかなと思います。でそのつむっていうのがこのキュートエルサだね。キュートエルサ、まあ、早速やっていこうかなと思うんだけど、ちょっとね今ねめちゃくちゃトイレ行きたいんだよね。トイレ膀胱が結構震えるレベルで行きたいんだけど、ちょっと早めにねプレイを終わらせたい。でこのツムね、実はガストンよりも古いツムなんだけど、かなりね稼げる。でちょっとこのツムのバグなのかわかんないけど、わかるかな、これさ画面の中央よりちょっと上あたりがちょっとね青く霞むのよ。これ演出じゃないよね。わかるかな、これなんか色おかしくない？これバグだよね絶対。うん、バグっぽいんだけど、やっぱりトイレ行きたい。めっちゃもうタイムボムとかどうでもいいから早く、あータイムが出てしまった。で僕の暴行と戦い、ほらでこれさ絶対バグなんだよね。こんなバグ今まであった？てか昔からあったんかなこのバグ。僕の端末だけかもしれないけど、え、わかるかな、本当に微妙に青く霞んでんだよね。プレイには影響はほとんどしないんだけど、なんか謎のさ地味なバグが発生してんだよねこのツム。ほい、バグツムだね、バグツム。ほら、あ、これわかりやすいんじゃない？フィーバーガイだとちょっとわかりやすいかもしれない今ので。9つ目にしてはね結構稼げて、6000枚くらい結構稼げます。まあでもタイム次第なところは結構あるかもしれない。まあ、今回のプレイはなるべく早く終わらせるんだけど、あーなんかグラってる。 OK、 6000枚ペースだね、やっぱそんくらいだわ。でねこのツムなんか裏技みたいなのがあって、あの本当にね実用性が全くない裏技なんだけど、おい、あのジャイロ使ってツムをめちゃくちゃ上に詰めてね、画面上ほぼツム見えない状態にしてからスキルを使うと、あのツムが降ってこなくなるっていうガチで実用性ないバグがね存在するんだよねこのツム。まあでもネタツムとしては面白いよね。ほい、で謎のバグも発生してるというね。あ、そういえば闇の鏡いるじゃん。闇の鏡最近多くない？サブツムに来るのマジかよ。あーちょっとつなげづらい。オッケー、あーコンボ途切れちゃったね。まあいいや、よし、本当に6000枚くらいだね。こう来て、オッケーオッケー。ただこれスキル中さツムが動かんからさ、ちょっと待たなきゃいけないのがちょっとめんどくさいよね。ほい、ほら、いいね、30勝強で9ツムにしては結構稼ぐよね。ガストンも9ツムって言われたらそれで終わりなんだけど、昔のツムって一周回って強かったりするんだよね。まあ、今月はさ、あの、ナミネがいるせいでちょっと、インパクト薄れてんだけど、どう？ほらほらほら、ほらほら、わかる？ラストボーナスの裏、結構、青がかってるでしょ？これバグだよね、絶対ね。ということで、謎のバグと、ちょっと僕が、トイレ行きたい。膀胱が今めっちゃ触れてる。よし。じゃあ、もう終わろうかな。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。皆さんね、次回の動画もお楽しみに。それじゃあ、バイバーイ。